じゃあそのニコニコ動画さんとか、そういう、はい、媒体っていうんですか、メディアいうものを作るときっていうのは、どういう動機というか、自分の気持ちで始めたんですか？その、ニコニコ動画の時は、ドワンゴっていう会社と一緒に仕事してて、はい、なんかこんなの、なんかテストで作ってみたんだけど、どうって言われて、あ、面白いじゃないですかっていうので、じゃあ一緒にやりましょうみたいな感じで始まったんで、そういう意味で別に僕発信。なるほど、自分発信ではなくて、それは楽しそうっていう気持ちはあったんですか？うん、そうですね。その動画の上にコメントを載せるっていうので、まあ分かりやすくなるし、で、その、まあ基本的に映像って見るだけのものだったんですけど、それに自分で参加するっていうか、はい、まあそこで書き込むことで、新たにそのコメントを見た人が別の情報を手に入れたりするので、なのでそことなんか参加してる感とかも出来上がるので、面白いなと思って。ああ、そういう世界が作り上げられることが、すごい魅力的に感じられてっていう。そうなんですね。っていうので、要はその、まあ動画を見たいだけだったら別にコメントなんかいらないじゃんはすごく正しいんですけど、コメントを書いてみた動画を見たら、はい、その動画そのものより面白いじゃんっていうことがあったんですよね。初期のニコニコ動画で流行ったやつが、昔アシモっていうホンダが、ホンダ自動車が作ったロボットがいて、で、それがこけるっていう、はい、まあ、しょうもない動画なんですけど、で、それにコメントで、そのなんか、落ちるぞ、落ちるぞとか、気をつけろ、気をつけろみたいなのが入ってると、うん、普通に動画見るより面白いじゃんっていうのが分かって。はい、なるほど。リアクションの、みんなとこう、共感がすごい増すというか、そうですね。見る側の気持ちもこう出てくることで、より楽しさが増幅するというか。うん、なので、なんかお茶の間とかでクイズ番組見てる人ってなんかああだこうだ言いながら見るじゃないですか。クイズ番組って別にそんなに面白くないと思うんですよ、実際。一人でぼーっと見てても。なのであれが他の人がいる状態でクイズ番組見てると、ああだこうだ言ってるから面白いっていう、他の人が絡んだ状態で面白いコンテンツなんだと思うんですよね。なるほど。は一緒、だからそれこそ視聴者と一緒に作っていく状態。うん、これが楽しいんだよ、うん、一緒にやっていくのが楽しいんだよっていうコンテンツ、うん、はい。なのでそのニコニコ動画もその動画自体がそんなに面白くなくてもコメント書いたり書いてあるコメントを読むことで面白がれるっていう、うん、そういう構造になるなっていう。それを自分もやっぱ協力したい、そういう世界にしたいという思いで、まあこれ面白いでしょっていうのをその自分が面白いと思った感覚が正しいかどうかを確認したいみたいな、そういうところなんですよね。なるほど。本当に自分が純粋に楽しいとか面白いと思ってるのかなっていうのが気になって、僕は面白いと思うんですけど、これが世間も面白いと思うのか、いやいやそんな全然面白くないよってなるのかっていうのを知りたいっていう、そういう欲望ですね、好奇心。はあ、なるほど。皆さんも同じことを思ってるのかな、皆さんの感覚はどうなんだろうという興味ですね。はい。はあ。チャンネル登録よろしくお願いします。